新古美術文大の谷部です。こんな格好してますが、私こうワインをこうやりたいとこなんですけど、お酒はほぼ飲めません。というわけで今日の商品のご紹介をしていきたいと思います。はい、今日ご紹介させていただくのはこちらですね。ナポレオンチェア、ナポレオンソファーですかね、というものなんですけども、フランスアンティークで、1800年中期から、1800年後期ぐらいにですね作られてた、ナポレオン三世様式、ナポレオン三世様式のソファーですね。もともとですね、実を言うとここにちょっと昔の色が残ってるんですけど、この緑色、ティファニーブルーみたいな色ですね、そういった色がもともと貼られてたんですけど、塗られてたんですけど、今こういうフランスアンティーク特にそうなんですけど、この素地を出した、オーク材の素地を出した、形が、非常に人気なので、これはフランスから一旦日本に来て、そこから、塗装の剥離剤を使って、全部素地を出したというような商品なんですけど、非常に手に入りにくい商品ですので、非常に、珍しい商品かなと思います。はい、このようなですね、骨董品に限らず、弊社はですね、こういったフランス、ヨーロッパですね、ヨーロッパのアンティークなんかも扱っております。鑑定もできます。ですので、ヨーロッパアンティークでいうと、こういうフランス系の、ナポレオン系もそうなんですけど、ドイツのインドストリアルですかね、工業系のですねアンティークなんかも扱ってますので、ぜひそういったものがですねございましたら、こちらまでお電話いただければお伺いをして、こういった大きいものでも買い取りできるようにトラックとかも準備してますんで、ご連絡の方よろしくお願いいたします。